今日入ろう。あ、で、でかいのは、まあ、チャンピオンいろいろナーフされてますよ。あ、これ、軒並み強いやつな。ハイマーディンガーのタレットの体力のベース、45歳。これ、超でかいです。代わりに、ちゃんとスキルは強化して。序盤から強すぎるのを抑えて、代わりに、アイテム釣ったら火力出る。これ、めっちゃでかいっすね。ダブルが一番厄介だった。下げたのは、ハイマーのティアが落ちると。で、カサリン棒強すぎたんで、E が4秒、マックス。引き上げなんで、今、あの、カサリンは。これは超大きく。あの、ウェーブクリアが E に依存してて、それをして、ウェーブクリアが4秒増える。できなくなるんで、時期のガリオみたいな感じになる。ガリオって9、2回振って、ウェーブクリア不平みたいなのがめっちゃ強かった時代。あれでクールダウンゴンと落とされて、ウェーブキッツーってなって、軒並み消えたと思う。これぐらいでかいっすよ。ドレッド。まあ、これはもうあれだね。クリティカルの、あの、影響でプラスになるだろうから、ベース落としとく。予防戦って。PP も予防戦な。まあ、これは、あの、多分注視していく。で、リリアがめっちゃいい変。ダメージが足んなかったけど、軒並みダメージ上げてるんで、特に AP を積んだ時の、戻してるから。エリーチャンピオンで、勝てるチャンピオンを出せるチャンスがドラフト上にある。競技心で言うと。プロ級は、ちょっとあれだけど、競技心で言うと、リリア取って、先出しでポンって取れるだけのパワーが、まあ、これだと多分あるんだよ。そうすると、ミッドがチャンピオンプール増えるから、ドラフト上有利になるっていう理由で出てくる。ベースが変わってないっていうのがちょっと問題。で、今はマナの調整。まあ、ベースマナ下げたの。今、あの、ビスケットじゃなくてマナフローバンドが、マナフローバンドの方が、あの、マナの効率がいい。これで何ができるかっていうと、あの、今、ただでさえ序盤、弱いんですよ。スノーボールチャンピオンなんですよ。レーン強いっていう。こいつ、レーン実は弱くて、強さと弱さが明確に出てる。この影響で多分、ビスケットに変わるんじゃない。で、魔王界は、9のベースが20下がったので、まあ、ジャングラーとしてのパワーが本当に下がれた。魔王界今、ラプタースタートで、9、2発とオートアタックで、ラプター狩りが早いんですけど、これ9、2発は多分足りないんですよ。ラプターのちっちゃいやつがなるんで、まずジャングルの速度が明らかにレベル1で落ちた。まあ、苗木に関しては、まあまあ、ベース変わってないんで、ここまで。こっちの方がでかいです。で、ナミちゃん。ダブルを調整で E の基礎ダメージがナーフ。これもうね、このパッチはね、皆さん、あの、競技心向けのパッチだと思ってください。基本的に。これ何してるかっていうと、ナミが今、ダブルをレベル3止める。もしくはレベル2で止めるっていうのなんですよ。で、E 上げをしていくんですよ、これ。E 上げをしていくと、85ダメ、かけ3なんで、これ。攻撃ごとの追加ダメージで、ボールが3つあるから、早めに E を上げていくことで、ルシアンのパワーと合わせるように、ビルドを組むと。そこの調整を入れてます。なんでこれもう5しか変わってねえじゃんって思うかもしんないけど、15変わってるから、超でかいっすね。で、AP のなんかスケールでかくしたんで、なんかいい仕様に流れ、乗れるようになったよとか言ってますけど、あとナーフです。AP、そもそもそんな積めねえから。ベースダメージ10上げるだけの、あの、アイテム積めないんで、たったの 5% って。5% でベース10上げるって。200AP 積まないと、足りないんですよ。 200AP ナミで詰めます？何言ってんのかちょっとよくわかんないですよね。後半ではなんか魔力範囲率高めたんでとか、 AP200 オーバーいって初めてでこのダメージが、まあ、ナーフ前より良いっていうことなんでね。200頑張って皆さん積んでください。 AP200、ね、まあ E の方がナーフがでかいです。で、オリアナ。で、オリアナは、俺の認識が正しければ、9のダメージがナーフされます。パッシブに関してはいい調整です。レベルごとに上がっていくんで、強さを常に実感できるっていうだけですね。今まではこう、1、4、7ってこう、3レベルごとにダメージが上がっていったよっていうのが、1から18レベルで常に変わっていくよっていうだけの話なんで、まあ、ここは変わんない。量感的に使いやすくなったぐらい。オーダーが、で、最初に命中した対象に 100% のダメージで、それ以降が 10% ずつ低下してた。だから500ダメージ出てたら、次に
当たったやつには450ダメージみたいな。10% な、低下だから。100% は変わらんと。それ以降命中した敵には 70% のダメージってことは、500ダメージ与えてたら、次のやつには350ダメージだから、まあ、ナーフだよね、これ。ただ、オリアノは、やべえのが、まずダブルのコストが20、悪くなる。セラフを持つチャンピオンで、これは結構でかい、興味。序盤、スキル使ったらマナが速攻で枯れるチャンピオンなのに、なかなか枯れなくなるっつうのはでかい。で、R ですね。はい、これもうバカげてます。ワンチャンショックウェーブで集団戦が、決するだけの火力を手に入れました、オリアナは。ベース100上がってます、これ。マックスで。で、AP レシオも 10% なんで。めっちゃ強いですよ、これ。アルティメット。だから使いやすくはなってる。ただ Q に関しては、ダメージが低くなってるんで、R ちゃんと当てましょうねっていうチャンピオンになる。でも、オリアナって元からそういうチャンピオンだから、なんか個人的に嬉しいって思う。で、ライズのナーフでしょ、これも妥当。アイテムナーフじゃなくてチャンピオンのナーフするんだって妥当。で、ウディア。なんかもう、ライアットはウディアが嫌いなのかっていうぐらい、穴を見つけるたんびにウディアをナーフされる。で、これやばいですね。R、ベースが60から55。確か R ってヒット判定7ヒットぐらいあったかな。5ナーフだけど、実質的にはもっとナーフされてるよって。まあ、ウリアもう出てくるんだってちょっと言われてるような感じします。ウリアも早かったんでね。で、ユーミはオツです。オツです。キス AD6 のナーフ。レンジ425になって、まあ、パッシブある時だけ450になるんだったかな。450って、なんでオツかっていうと、全 ADC に勝てません。レンジが。最低 ADC500 なんで。シビアで500なんで、ハミーラでも500あります。なんで、まずオートアタックがよほどのことがないとできなくなってくる。フィールド耐久値もレベル1で15落とされてるんで、相当きついっすよ、これは。で、マックス体力も50落ちて。で、アダプティブフォースの、これですね、増加分の 12% から 20%、これもやばいっていう話をずっとしてたのが半減です。ユーとミーなら何でもできるよって言っときながら、前のパッチと比べて半分しかくれないです。で、あとは、これもやばかった。E の、ムーブメントスピードアップ。まあ、20% はそれでもまだやりすぎなんだけど、これ、エース増加もあるからね。これ、パッチノートには何も変更ないから、みんな頭にないのかもしれない。移動速度プラス、E は、エースアップもついてる。で、移動速度は、スケールがあった。まあ、それ削除した。かなり厳しいチャンピオンだ。まあ、それでも、ユーミが、なぜじゃあ、頻繁に出てくるのか、競技シーンで。っていう理由に関して説明すると、アルティメットがあまりにも強い。要は、危険な立ち位置でアルティメットが使えるから、競技シーンで出てくる理由はね、ドラフトが楽になる。合わせるチャンピオンを前に突っ込めるやつさえ取っとけば、ユーミの R が決まるっていうのがユーミの強いとこ。普通のエンチャンターはそれができない。ソナニーとかは同じようなアルティメット持ってるけど、ADC の後ろとかにいないと溶けちゃうけど、こいつは無敵の状態でタンクチャンピオンに乗ってアルティメット使えるから、バイとかマオカイとかセジアニとかに乗せて前行けっつって R 使えるっつうのが強いからドラフト上で出てくるっていう話だけど、レーンのパワーがこれだけ落ちるとちょっときついかもね。で、ゾイが出てこない理由はこれですね。ワンショットワンキルができなくなったからっていうことで、やばい。MR のパーセント低下。ボイドみたいなもんっす。ただこれが、ライアットのめっちゃいい調整だなと思ったのは、ペネトレーションにしなかったことです。なんで、これを見て、わかってるね、ライアットって俺は思った。これペネトレーションにしてたら、ぶっ壊れチャンピオンだったんで。で、ファイター向けのアイテム調整で、俺が手を叩いたのは、オムニバンプが消えました。オムニバンプって何かっていうと、エイトロックスの Q とか、スキルで、ライフスティールすることなんですよ。オムニバンプって。エイトロックスがクソ強いのはスキルで回復するから。で、それが消えました。なんで、オートアタックしてください。ライフスティールになったんで。っていう感じになったんですよ。まあでも今回、敵月はヴァンパイアセプターがなくなってるんで、ライフスティールすらも多分削除なんですよ。持ってないってことは。なんで、スキルヘイストを手に入れて、まああとはシールドのクールダウンをより強化したよっていうことなんで、
ワンチャン、ハッサンテみたいな、ああいうスキル使って殴れるメレーチャンピオン6秒ってシーンと一緒なんで、シーン使えるチャンピオンは、赤月が候補に上がってくるよっていう感じです。あ、でもオムニバンプ削除がでかいっす。とりあえず。で、ゴアドリはオムニバンプ消してないんですよ。で、スキルヘイストがクソだったんですけど、これを3にしてます。で、代わりに体力を増やしてあげてる。で、これもナイツっちょ。で、ラバナスハイドラもオムニバンプが消えました。なので、スキルショット AOE ライフスティールみたいなのもできないです。アッシュのダブル打って一生回復してますみたいなのできないです。ちゃんとオートアタックしてくださいねに変わってます。なんで、イレリア、フィオラとか、オンヒット系持ってるやつじゃないと、積みづらくなってます。まあ今、それでもだいぶナーフされて、オンヒット系しか今持ってないんですけど。オムニバンプってことは、例えばフィオラのダブルとかも反応してたんで、それは消えてるよって。で、マルモティウスの胃袋も、オムニバンプ消えました。ライフスティールになりました。なんで、積むチャンピオン考えましょうねっていうアイテムになりました。このアイテム、ただでさえ強かったんですよ。下手な MR 積むより、で、スキルヘイストも削除です。で、これ見たらわかるんだけど、今までのファイターがいかにおかしかったかっていうと、オムニバンプ、オムニバンプ、で、ここにスキルヘイスト、AD、で、ライフラインでオムニバンプだった。で、デスダンスもスキルヘイストあったんですけど、削除。で、AD アーマーに、物理攻撃力の 120% 回復してる。というわけわからん性能だったのが半減。だからファイターの パワーを軒並み落としてます。というか、まあ問題視だったアイテムをちゃんとナーフしたって。チャンピオンとかじゃなくて、アイテムがパワーがありすぎて、アイテムに合うチャンピオンを探しましょうねっていうのがロールだったんです。それが、チャンピオンの性能に合ったアイテムを選びましょうに変わると思います。まあただ、ロアとセラフさっさとなんとかしろっていう話なんですよ。なんで、ファイターがこれで何が起きるかというと、スキルヘイストめっちゃ積みづらくなってます。ただ、リーグオブブラッククリーバーになると思いますよ。ADC が強い、クリティカル、フルコアで戦えるってことは、ブラッククリーバーがアーマー落としたらクリティカルの影響でかいからね。ツーコアのクリティカル追加ダメの。だミシックブラッククリーバーっていうファイターが増えると思います。なんで、ワニ最強時代です。ワニさんは、ゴアドリもあって、ブラッククリーバーあって、で、ゴアドリは唯一、オムリバンプ消えてないんで、で、重傷の調整しましたよって、これもいい調整です。これ何言ってるかっていうと、買いたい時に買って、効果があるものであるべきだって。反省アイテムまで、わざわざ作って、なんか状況的に重傷が、機能するみたいな仕組みは、クソだっつってんすよ。お、ライオット分かってるねっていうことなんですよね。例えば今までの重傷って反省アイテムになって、で、体力が 50% 以下、半分以下とかで初めて重傷の効果がフルフルで得られるみたいな仕組みだったんですけど、それはクソだと。もう買ったら即重傷の効果を得られるようにしましょうってなりました。なんで重傷がオーブの時点で 40% あるし、なんか状況によってうんぬんかんぬん、シールドうんぬんかんぬんとかだったんですけど、もうダメージ与えたらみたいなとか、これもモレロも全部 40% 統一ってなってます。エキシキューショナーもね、まあその辺の変更が入る。なんでオムニバンプがただでさえ消えてライフスティールが難しいのに、重傷も必要だと感じた場合に必要な効果を得られるアイテムになった。絶対積まなきゃいけないっていうほどでもアイテムでもないけど、必要だなって感じたら必要だなっていうアイテムになってるよっていう調整で、めっちゃ俺は手叩きました。おぉ。ライオットどうしたん？君、競技シーンのことよく見てるね。やっぱフリークなんだよ。だから。で、ドミニクリガードね。まあ、ドミニクリガードはね、多分調整入ります、今後も。今のなんかバカげたシステムでなんかヘルス割合のダメージめっちゃ強くしてるじゃないですか。とりあえずADは上げとこか、になってます。で、ブランブルも重傷 40%。なんか反射魔法ダメージが上がってるとかいう、対フィオラ装備になってます。トンメールをバフして、まあラムスナーフしたからええやろ。感じになってますけど、これ、何を言い取りしてるかっていうと、ライフスティールのオムニバンプがナーフされた代わりに、ライフスティールがメインになってるので、その対抗策としてちゃんとソンメール機能させましょうっていうこと。
オムニパンプがないから、オートアタックしないとナフ、あの、ライフスティールできないから、ね、バルムティウスにしても、ラバナスにしても、殴んないと回復できないから、その対抗手段としてちゃんと活躍できるアイテムにしようと。っていうことですね。その代わり、これが大事ですね。あの、行動妨害効果を付与した際の重傷は適用されなくなったので、殴られなきゃいけませんよ、っていう。これに関しては、超絶ナーフです。そこだけちょっと注意ですね。で、ADC の調整が全部クリティカルが 40% になりますと。で、なんかブラッドサースターがめちゃんこ強いっす。ブラッドサースターわけわからんシールドくれます。何ですかこれ。180って何ですか？おかしいっすね、これ。で、トータルコスト安くなってるんで。で、AD 変わらずでしょ？うん。皆さん、ブレイブン、ブラッドサースター初手の強いチャンピオン探しておきましょう、今のうちに。メタアイテムになる可能性あります。ブラッドサースターが。で、ADC の、マナ調整を軒並み後してますね。まあ、これも中盤で戦えるようにってことです。純粋に。あと、レーンのプッシュとかね。個人技がより影響するようになったよっていうことです。マナ増やしてるってことは。スキルショットとか、どこのタイミングでスキル使ってマナ管理するか、みたいな、の調整ですね。で、ルインドギングブレード。まあ、ちょっと強すぎたね。アイテム。で、多分、クリティカルの影響で、このアイテムに行かないプレイヤーも出てくるかもしんないから、ちょっとだけ強化しましょうっていう感じにしてです。まあ、でも、出てきそうなアイテムではあるけど、まあ、嬉しいな、ここかな。で、悪魔の抱擁はナーフだったかな。1.8% なのが 1.6%。で、遠隔チャンピオンが 0.8% なのが 1.0%。ということで、明治が持っても、まあ、おかしくないアイテムに調整したいですと。一定以上のなんかね、隣接系のとある何かいさんが相性良すぎたから、調整してます。エッセンスリーバーも AD10 上がって、トータルコスト100で10は十分安いんで。なんで、エッセンスリーバーとかブラッドサースターとかが死にアイテムだったのが、まあ、ちょっと戻ってくるかな。これで。なんで、いろんな選択肢が ADC にありますよっていうのを、まあ出してる。あとなんかケミテクが思ってる以上に弱かったということで強化が入ってる。まあこれ弱かったっていうよりも多分ね、体感できない。体感がしづらいっていうのが一番要因にあると思います。強いと思うんですけどね、僕は、このバフは。ただ体感しづらい。あの理由はシールド効果とか、50% 未満になった場合とか、で体感しづらいから、だと思います。ここだけちょっとなんかうんって感じ。あとはもう軒並み、ああ素晴らしい調整ですねっていうのを感じたパッチでした。